三洋食品札幌一番ごま味醤油混ぜそば辛口オイスター味、揚げ麺に粉末スープ調味油キーごまがついています。麺は中太の扁平角断麺で、輪郭は明確でキレがいいです。平滑度が高そうでヒタヒタした舌触りです。シャープな印象な麺ですが、いつもの札幌一番とはだいぶ異なる麺だという感じを受けました。スープは濁り感の少ない醤油味で、塩分や調味料がかなり強くて尖った味だという印象です。結構辛い刺激もあります。旨味が強いですが平板で深みは感じません。攻撃的な味のためにオイスターソースやキーゴマの香りが隠れてしまっています。強すぎる味を和らげるような具を入れるか、スープの濃さを調節したいと思いました。また汁ありの札幌一番ごま味醤油ラーメンとの関連性はほとんどないように感じました。